暑いですね、皆さん。どうも、ましゃべんねがです。ということで、今日は何ですか？そう、僕が企画を説明するというより、裏方のダンボ君がここに一緒にいるんです。裏方のダンボ君に今日は説明をしてもらおうかなと思うんですけど、今日は何ですか？はい、ダンボです。暑いですね。暑いですね。暑すぎっすわ。俺、この前ラスベガス行ったんやけど、ラスベガス48度やったよ。やばいっすね。マジで気温48やったで、マジで。マジでやば、やばすぎるやろ。KON48。KON48。そうそうそう。向こうはさ、度じゃないんよ。あ、F なんや、F。ファーレンハイトです。ファーレンハイトなんや。ファーレンハイト。換算知らんって思って。まあそんなんどうでもいいんですけど、まあ、そんな状況のこの皆さん暑い中で、今日は何をしましょう？これまで、キムとか、しがない数学ととか。あ、いましたね、はい。ちなみにしがない数学と、変身のスピード、はい、多分俺の友達で一番遅いと思う。マジで一番遅いと思う。この世で一番遅いんじゃないかってぐらい返信遅い。しがない数学とは100発100中で返ってこないから。いや、いいねか。俺は別になったと思ったんやけど、その、こいつ元気かなっていう心配してる。なんかそうですね。うん。LINE 返してね。なんですけど、はい、今日は僕が問題持ってきました。お、ダンボが？はい。ダンボが何の問題持ってくるの？はい。まあ問題持ってきたというか、はい、東工大の過去問なんですけど。なぜ？あ、とか東工大やから？僕はまあ東工大出身なんですけど、はい、東大卒業なんですけど、僕が受験勉強中に勉強してて、これはおっと思った。あ、これはおっと思った。これは大岡山に行きたいと思った問題ってことね。そうです。あの、東工大って実は大岡山っていう駅が最寄り駅で、めちゃくちゃいい場所にあるんですよ。あれマジで、みんな通いたいような場所にある。新入生がツイッターとかで、大岡山のこと略しておーって言うんですよ。おーって訳し方間違えてるやろ。一旦あまりやってないであろう東工大の問題って。なるほど。東工大ってでもむずいっすよね、確か。ハンドよりは多分難しいはずなんですよ、一般的にね。はいはい。まあでも結構あの面白い問題が多いと思う。あ、なるほど。悪魔も結構多いイメージだけどね、東工大って。俺の中では俺の中でのイメージね。反対はそもそも問題が成立してない問題が出るんだけど。確かに反対が一番悪魔じゃないですか。反対は、いや、そりゃそうなんやけど、まあ、でもまあいいでしょう、難問研究なんでね。はい、はい、これちなみに分野は何なんですか？まだ見てないんですけど。送って、あ、送ってみる。はい、はい、これが東工大の2015年4年。はい、2015年ですね。僕は多分やったことないですね。願望的に面白い点があったってことね。はい、これは僕が一番、うん、あの記憶に残ってる、そんな問題です。僕が出会った女性の中であなたが一番記憶に残ってます的な話じゃないんよ。過去問に対してそんな思いを寄せてるやつ やばいから。物思いにふけるやつおらんから。まあじゃあこれやってみましょうか。はい、はい、やってみましょう。え、問題読みます。 A 大なり0とする。曲線 Y イコール E のマイナス X 2乗上と、X 軸、Y 軸及び直線 X イコール A で囲まれた図形を Y 軸の周りに1回転してできる回転体を A とする。括弧 1A の体積を求めよう。括弧2、これ最後 A 無限大にした時にマイナス無限から無限までがルート π になるってことを証明してるんで、これ実はガウス積分の証明ですね、これ。そうなんですよね、問題としては。はい、僕これで初めてガウス積分を知りました。なるほど、やってみます。確かに題材は大学っすね。よくある大学数学で習うことを題材として、うん、よくあるやつやね。初感はできそうな気がする。初感はね、入試やと思ってやろう。カッコ1間違えたらあかんやつや。できたよ、一応ね。合ってそうな答え出ました。ちょっと解説込みで。はい、この問題なんですけど、曲線 Y イコール E のマイナス X 2乗って、まあこれ偶関数で、第一象限に関してだけ言ったら、まあ、単調現象なグラフなんですよ。単調現象なんで、まあ、大体こういう感じになります。で、X 軸、Y 軸及び X イコール A、まあ、A は0より大きいね、この辺にあります。ってなった時の Y 軸周りに1回転した回転が回転体 A になりますと。ってなった時に、この X イコール A におけるこことここよりも上か下かでちょっと分類が分けられます。下の部分は X イコール A が直線なんで、要するにこれただの円柱になります。半径が A、高さが E のマイナス A2 乗上の円柱になって、ここからここまでは、この関数にのっとって半径が変わるものになります。で、半径はどう変わるかって言ったら、これの X イコールに直したものが半径になって、それから計算できます。だから Y イコール E のマイナス X 2乗っていうのは X 2乗イコールにするとマイナスログ Y なんですよ。この事実を置いとくって計算すると、 V イコール π かけるまず A 2乗かける E のマイナス A 2乗、これは下の円柱の面積足す上の部分は π インテグラルの Y 座標が E のマイナス A 2乗から1までの X 2乗 dy として計算できます。 X 2乗は要するに半径を2回かけないと円の面積にならないんで、ということで、これを計算すると π かっこ1引く e のマイナス a 2乗乗となりました。こちらは、はい、正解です。ありがとうございます。はい、こちら正解ということで。
で、あのこれ普通にもう積分計算するだけなんですけど、これうまいことできてて、体積を計算する場合は π×x の2乗 dy になる。ここが2乗になるおかげでこれ計算できるんですよ、うん、ログ y、 ただのログ y になってログの積分に落とし込むことができて計算ができるという問題でございましたという感じで2番目に行きたいと思います。ちなみにこれはバウムクーヘン積分とかでも、あーなるほど、多分そっちの方が簡単。じゃあ括弧に行きます。括弧2が点 t0 を通り x 軸と垂直、どうですか。いやちょっと思い出してます。ダウス積分の証明はできました。ただこれを 何をやってたかは今思い出してます。どうやって証明していいかが今ちょっとまだ見えてないですね。でもこの S2 乗足す T2 乗がどっから出てくるかっていうことじゃないですか。 S2 乗は出てくるんやけど、はい、なんで出てくるんやっけってことが分からんのよ。結構この問題はそこが肝な気がしますね。 S2 乗足す T2 乗なんで他の別にどうでもいいところの Y 座標の積分をしないといけないんだっけってとこが分かってない。だって T は固定されてるわけやん、この積分って DS しかついてないから、はい、だから E の -T2 乗が一旦固定されたものがあって、はい、それにマイナス S2 乗 DS、まあ、要するにこれの何マイナス A から A までのこの面積を掛け算してるわけやん、はい、なんでそんなことすんのっていうのが分かってない。そういう問題ですね。それが分からん。そこがなんでそうなってきたかっていう。2番が分からんな、やっぱりん。これってパニックどう考えるべきなのか分からなくなったということで、ダンボ君がね、まあ僕に問題を出題して、ちなみにもうダンボ君は帰ってしまったんですけど、まあ、カッコ2とカッコ3は証明問題なんで、まあ、やり方は分かったんですよ。おそらくこうやるんやろなっていうやり方は分かったんですけど、さっきダンボ君と議論してて、なぜそれでうまくいくのかってところを、しっかり言語化できるまでちょっと突き詰めようと思いまして、まあ難問研究ということで、突き詰めた結果ですね、なぜこの2番の不等式とかが成り立つのかってことが、まあ、完全に理解しましたんで、ちょっとそちらの方をね、説明していきたいと思いますけど、で、今から説明する話の中には、まあ、もう結局、これ合ってるよねっていう、これって本当に正しいよねってことを知りたくなっちゃって、ちょっと調べちゃいました。はい。まあ、ちょっと調べて、そこの事実とかは事実確認取りました。だから、今からの説明は、およそ合ってると思います。はい。もし間違ってたら言ってください。じゃ説明していきます。まず括弧2の問題はですね、点 t0 を通り、点 t っていうのはマイナス a から a なんで、まあ、この間になりますと。で、x 軸と垂直の平面による a の切り口を、まあ、ラージ st としたときに、st 小なりイコールマイナス a から a までの e のマイナス s2 乗足す t2 乗の ds の積分以下であることを示せっていう問題なんですけど、まあ、これ、まあ、s の積分なんで t はまあ当然、この積分においては何の関係もないものになりますと。じゃあ、この状況をちょっと図で書いていきますと。まず、今 y イコール e のマイナス x 2乗がこうやってありますよね。 e のマイナス x 2乗は x にマイナス x を入れても、まあ、元の関数に戻る、つまり空関数なので、この y 軸に対して対称なグラフになってますと。これが e のマイナス x 2乗ですよね。 e のマイナス x 2乗を y 軸周りに回転させたのが括弧1での体積 v でありましたと。で、ことはまあこういう感じでまあ回ってるわけですね。回転してますとなってるわけですよ。で、その中のある点 t ですね、まあ、ここ t ですよね。だから t0 を通って x 軸と垂直な平面による a の切り口、 a っていうのはまあこの元々の回転体のことなんですけど、その切り口ってもう大体こんな感じの図形になるんですよ。で、なんでこんな感じになるかって言ったら、マイナス a から a までの間なんで、この途中までは円柱なんですよね。まあ、括弧1の体積計算でやった通り、途中までは円柱で、そこからこの関数が効いてきた積分になっているということになるんで、こういうなんかね、形の切り口にまあなってるはずなんですよ。ってことはですね、まあ、大体書きますと、x 軸と y 軸に関してのグラフなんだけど、空間図形なんで、もう一本 z 軸っていうのをちょっとここ適当にこうやって用意します。用意したときに、これ見てみたらわかるんですけど、 z 軸方向に対してはこれここからここまでなんですよね。ここからここまでなんかこういうやつを積分したいっていう感じになるんですよ。じゃあ何を知りたいかって言ったら、ここの座標知りたいですよね。ここの座標知りたい、これどこからどこまでなんだっていうのを知りたいんですけど、これ上から見た図はだいたいこんな感じになってまして、ここの図ってもちろんこの外側の半径 a の円の円周上の点ですよね。で、かつ x 座標が t なんで、ここの点なんですよ。
で、ここの点の、まあ、要はこの縦の長さなんですよね。この縦の長さって直角三角形から半径が A でここが T なんで TA2 乗引く T2 乗のルートになるので、この赤いこの断面を横から見ると、まあ、こんな感じになってるはずです。マイナスルート A2 乗引く T2 乗からルート A2 乗引く T2 乗まで、要はこの斜めの曲面を積分したい。じゃあこの曲面の方程式が何って話にまあなるわけですよ。で、それはおそらくこう書けるって僕は分かったんですけど、なんでこう書けるんやったっけなってことを今から丁寧に説明していきます。元の式が E のマイナス X2 乗に対して、ここはまあマイナス X2 乗足す Z2 乗みたいな感じになるんですよ。それはなぜかというところをちょっと説明していきます。で、これはですね、まず一般にこういうものが成り立ちます。偶関数 Y イコール FX ってものを用意したときに、それを Y 軸周りに回転させたときにできる図形の方程式、これ今やってる状況と同じなんですね。 E のマイナス X2 乗って偶関数やし、それを Y 軸周りに回転させてると、その時の図形の方程式、要は曲面の方程式ですね。 Y イコール F カッコルート X2 乗足す Z2 乗で書くことができると。まあこれ XYZ 空間上ではこういう風に書けると。で、これはどういうことが起きてるかというとですね、まあこういう Y イコール E のマイナス X2 乗のような偶関数があるじゃないですか。その中のまずY 軸回りということは軸回りなんで、 Y をまあ固定して考えるべきなんですよね。 Y 回りにこうやって回転するわけじゃないです。 Y 回りにこの E の -X2 乗がこうやってくる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 回るわけですよね。回転するしたときに、この円上はどれも Y 座標が一緒ですよね。つまり Y を固定したことになるんですよ。で、この線上のある点をまあ XYZ と置いたときに、中心は何かって言ったら XYZ とこのの Y 座標は全部ここ同じなんで 0Y0 になりますよね。で、ここの点は何かって言ったら、ここは曲線上、曲線 E の -X2 乗上の点なんで、 Z 座標は0だけど X 座標と Y 座標は何かしら持ってる。 Y 座標はみんな Y、まあ、だから便宜上 X1 にしますね。するとこれ円なんで、こことここ同じ長さになりますよね。半径は同じ長さなんで。ってことは、ここの長さって X12 乗ですよね。X12 乗で Y 引く Y0、0引く0に、0の2乗なんで、2乗足す2乗足す2乗のルートって考えると、X1 の2乗。で、こっちは、X 引く0の2乗足す Y 引く Y の2乗。で、それ消えると。Z 引く0の2乗ということで、数より X1 の2乗は X2 乗足す Z2 乗って書くことができるんですよ。ということは、X1 は、ルート X2 乗足す Z2 乗ってなるんで、この偶関数 Y イコール FX を用いて表すと、Y っていうのは FX1。つまり Y イコール F ルート X2 乗足す Z2 乗って なるので、X と Z が決まれば、Y 座標が決まるという局面の方程式に書き換えることができますというふうに言えます。だから、X と Z が決まれば、Y が一つに定まるということですね。今 Y 固定してるんで。っていうふうな関数で書くことができるという、まあ、理屈がありまして、まあ、これは一般的に成り立ちますと。ということは、今回 Y イコール E の -X2 乗上を Y 軸周りに回転させた回転体の曲面の方程式はどうなるかというと、XYZ 空間においては、Y イコール E の -X2 乗足す Z2 乗と書くことができるんですよ。今のロジックから。で、今、X イコール T で、X 軸に垂直な平面で切った切り口を考えるから、この X のところを T に変えた Y イコール E のマイナスカッコ T2 乗足す Z2 乗が X イコール T に関する T における局面の方程式になります。ということは X イコール T で切ったこの赤いやつを横から見た図をもう一回書くと、 Z 軸方向に対してマイナスルート A2 乗引く T2 乗からルート A2 乗引く T2 乗で、この局面の方程式は E のマイナス T2 乗足す Z2 乗になるということになります。ということは ST ってどういう風に計算できるかというと、当然 Z 軸方向にここからここまでこの関数を積分したものが面積になりますので、 ST ってのは E の -T2 乗足す Z2 乗をマイナスルート A2 乗引く T2 乗からルート A2 乗引く T2 乗まで積分したものになります。で、 Z っていうのは、まあ、自分で僕らが勝手に Z 軸 XYZ 軸が分かりやすいかなと思って Z を置いたんですけど、まあ、問題文によると最終的には S で書いてくれって書いてるんで、便宜的に Z を S に書いても何の問題もないんですよね。積分のここの文字は別に何であっても最終的にこれで積分しますよってことだけなんで。ということは ST っていうのは問題文に書かれた表記方法にのっとるとこの書き方ができますと。で、これというのは当然ここってマイナスルート A2 乗引く T2 乗からルート A2 乗引く2乗、この間を積分してるんですけど、マイナス A とか A ってこれより外側にあるんですよね。ということはマイナス A から A まで積分した方が大きな面積が出てくるんですよ。ということは、マイナス A から A まで積分した方が、
これは大きくなりますよねということになりますので、 ST というのはマイナス A から A までの E のマイナス T2 乗足す S2 乗 DS が成り立つと、以下が成り立つというふうに計算することができます。でそのままカッコ3もいっちゃいます。これができればカッコ3も何の難しくもない。カッコ3はまずこの不等式を満たすということなんですけど、これ ST を当たり前ですけどマイナス A から A まで積分したら元の V になりますよね。元の回転体の体積 V になるんで V イコールマイナス A から A までの STDT なんですよ。でこれからカッコ2の不等式を使ってあげると、カッコ2の不等式からE のマイナス T2 乗足す S2 乗をここに代入すると、まあ、ちょっとね軽い重積分みたいになります。重積分っていうのはまあ要するに2つの変数を用いた積分なんですけど、まあこれに関してはほとんど何もあの関係ないく計算できるというふうになりますと。で E のマイナス T2 乗足す S2 乗の DS なんですけど、これは E のマイナス T2 乗の DT と E のマイナス S2 乗 DS にまあ分けることができます。でこれって結局 E ってインテグラルマイナス A から A までの E のマイナス X2 乗 DX を2回かけてるのと一緒ですよね。2回かけてるのと一緒だって、これ同じ積分なんだ。中の文字は積分の定積分の値には何も関係がないので、ということはこの不等式、あ当然両方とも正の値なんでルートを取ってあげることができて、この不等式はあの両辺2分の1乗するとルート V 小なりイコールインテグラルマイナス A から A までの E のマイナス X2 乗乗 DX と捉えることができる。で V ってのはカッコ1の答えなんで、ルート π カッコ 1-E のマイナス A2 乗小なりイコールというこの式が成り立ちますよという問題でございました。この問題のポイントはですね、回転体の x イコール t の部分で切った時のこの st の曲面の方程式をどうやって出すかなんですよ。結局ここが分からんと何を積分していいかが分からへんと、この st を数式化できないんですよ。そうなった時に大事になってくるのがこの考え方ですね。偶関数 y イコール fx を y 軸周りに回転させた時にできる図形の方程式はこう書けますと。それを使って xyz 空間上では y イコール e のマイナス x2 乗足す z2 乗と書けることができて、これが書くことができたらでかいんですよ。これが書くことができたら x イコール t においてはここ t だけになるんで、結局 z の関数になるんですよね。で z の関数になると z で積分してあげたらいいと。それでゴリゴリ計算する問題だったという問題でございます。これでこの問題終了ということになります。はい、ということでですね、この問題やってきたんですけども、正直ね、ダンボ君が書いてからもですね、これ合ってんのかなって考えて、で、これって一般的にこれが成り立つよねみたいなも証明し直して、完璧な解説を作るためにちょっとやったという形になって、やはり偶関数というのが非常に大きい。偶関数やから y イコール fx を y 軸周りに回転した時の方程式を、曲面の方程式を、まあ、xz で簡単に書くことができるから、積分もやりやすかったという問題で、これは、もともとはガウス積分ですね。インテグラルのマイナス無限から無限までの e のマイナス x2 乗 dx がルート π になる。これを多分証明する途中段階ですね。まあ、あれを証明しようと思ったら大学数学の話なんで、ここではそれをやらないでおくとなると、おそらく大学受験では、まあこういう対称性があるグラフだから、曲面の方程式を結構サクッと出すことができるという問題に帰着させられるという感じで解くことができるんじゃないでしょうかという感じですかね。まあいろんなやり方が学べた、まあ東工大の良問だったんじゃないかなと思います。で、9定大以上を目指す人はこの問題絶対やってほしいなってちょっと思いました。なぜかというと、この問題は、受験生全員ができなきゃならない問題に属するというよりは、そうじゃなくて差がつく問題に属するんですよ。で差がつく問題ということはどういうことかというと、できない人はほぼ0点なんですよ。できない人はほぼ手がつけられないけど、できる人は満点近く取るっていうテストになるんで、満点側になりたくないですか、そうなったら。でこういう問題って東大とかでもよく出てた気がするし、旧帝大ではちょいちょい出る空間図形の問題で、空間図形の何が難しいって、結局この曲面の方程式なんて習ってないからなんですよ。だからそれって考えたらどうなるっていうプロセスを一度踏んどかないときついと思いますし、どういう風に空間の回転体の例えばね、今の曲面の切り口とかはどう考えるんだみたいなことって結構やってる人じゃないとできないことなので、まあ、そのあたりが皆さんできればね、まあいいかなと思いまして、そういう学びになる動画になればいいなと思いまして、ということで皆さんね、難問研究変な感じで始まってね、変な感じで終わりましたけども、まあ次回もこんな問題やってほしいなとか思いましたら、皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで本日の2丁目が以上になります。ありがとうございました。